ライトセッド、フレッドライトセッドフレッドは、1989年に結成された、イングランドのバンド。リチャード・フェアブラスとフレッド・フェアブラスの兄弟と彼らの、友人のマーク・ホリンズにより結成された。バンド名は、イギリスの俳優、バーナード・クリビンスの1962年のヒット曲、ライトセッド・フレッドから付けられた。1991年にリリースされた。 デビューシングル、I am too sexy がイギリスで大ヒットとなった。ブライアン・アダムスの I do it for you に阻まれ、前衛チャートでは2位止まりであったが、アメリカのビルボードホット100では、翌1992年に3週連続で1位となった。2枚目のシングル、Don't Talk Just Kiss も前衛3位、3枚目の Deeply d i p p ー y は前衛1位。 フジテレビ系の深夜に放送されていた洋楽番組 B という系でもシングルチャート1位を獲得するなど立て続けにヒットを放ちこれらの楽曲が収録されたアルバムアップもイギリスオーストラリアでナンバーワンを獲得するなど大ヒットを記録した結成から30年以上が経過した現在もフェアブラス兄弟を中心に活動を続けており2021年9月に M2 セクシーをサンプリングした、ドレークの、ウェセクシーが、ビルボードホット100で1位を記録したことから、再び脚光を浴びることとなった。ありがとうございます。